遅刻やな。何やろこら、クソギコラお前。さすが。すいませんやないねんこら。今何時や。今は10時40分。10時40分やな、はい、今日何時集合や。10時やな、はい、9時30分に、はい、宇野から着信、はい、あまたかと思って出たらやっぱりやな、ちょっと豚声しちゃったら分からんだろ言って今高校生のアルバイト、いい大人がお前いくつやお前。41歳もなろう男が、はい、早朝やったらええわ。9時半サラリーマンやったらお前殺されんぞお前。9時半に今見てふざけんなよお前。ほいでやなお前、はい、今日はないろいろやりたいことあるからお前一人でちょっとあれやから、はい、なちょっとあの撮影舞台としてちょっと須田君も呼んでくれやったら、須田君も遅刻したな。どうなったんだよお前。前日まで激務だった調整せえ、はい、そこんところ、はい、で今日はあれやローレルちゃんや。あな楽しみでした。楽しみでしたじゃないんだよ。俺こそ俺が一番楽しみにしたんだよ。いや、そうそうそう。お前、遅刻してすぐお前なんかこのマスク持って、花粉だって、なんかちょっと遅刻したこと花粉のせいにしようとして。花粉症の遅刻なんかないねん、お前、これはお前。お前みたいなお前、これお前一般社会通用せんからな、お前って。なんでお前こんなやからみたいなやつが一番お前朝早うから来とんねん、これ。おかしいやろお前。一番社会のルール一番社会のルール守ってますよじゃないんだよお前これ。お前やせよお前マジでこれ。ちょっとえ目が良くなってきた。何でも何でも。あ、ちょっと待って。株のせいすな、これ、お前。もうそんな言うてる場合ないねん。時間も押しとんねやから、お前。はい。行くぞ、お前。あ、お願いします。今日はだから、このローレル、はい、今までこのバイクとか、ツーリング動画、俺いっぱい出してるやん。このローレルだけ、いつもこの中からしか撮ってないねん。あー。わかる、はい、シャンテでもお前、走行動画あるぞ、お前。あった。そやろシャンテちゃんともあるのに、お前、ローレルちゃんの走行動画からおかしいやんか、お前。レースの回ではあるよ。ああ、はい、でもこうカッコン取ってほしいわけよ。そういうことだ。そういうこと。天気もいいって言うわけやし、スケジュールも合うならこんなに行こうかって言ったわけやんか。まさかゲバビに断られると思わなかったよ。あ、すいません、あのちょっと千葉の方にアルバイト行ってやし。ああ、現場だ。現場よ。ゲバビ現場やから。現場のゲバビやから。現場現場はどこでもそうですけどね。はい。な、下のロールじゃないから。はい。今日はね、かっこいい動画を撮ってくるからみんな見といてよっていうことで。はい。今日も作るの、作らないの、ね、聞いてるよ、どっちなの。スルスル、スライド、スクラーサータビルダーズ。
敗したな。いやでもまあ気持ちいいよ、ローレルも80年代の曲聴きながらも最高よ。どんな感じよ。あらいや、かっこよかったっすけどね。え、久しぶりにローレル見たらやっぱかっこいいっすね。かっこいいやろ、やっぱり天気機やっぱいいね。いや、そうなんです。映えとうね。やからマジでラジコンが走るよね。あ、その感覚ですか。もうジオラマの世界っていうか、ジオラマの世界はね。これ海沿いってバチバチかっこいいっちゃう。どうしよう、こっから君たちが遅刻したからもういい時間やろ。いや、ヒヒヒじゃねえの。40分のロスでかいよ。12時前に俺つけや、はい、その昼飯をの渋滞時期を避けれると思ったの。でももうバリバリの渋滞時期や。いや、笑えば許してもらえると思ったやろ。違うっすよ。どうする、平塚食堂行くか、はい、俺が刺身が一番美味しいと思う、その青松バイパス越えて、はい、こっからそんな困んけ、もう海老名まで行くと。ちょっと青松バイパス越えていく、ちょっと行ってみたいですね。一番 そこがやってなかったら終わりやけどね。で、大ちゃん電話していい？はい。カメラ回ってる時の大ちゃんは俺からな。はい、またね。はい、おはようございます。ワンコールで出るやん。好きな人からの電話待ってるやつやん、それ。なんでわかった？いや、なんでわかったじゃない。あ、鼻詰まってますね。花粉症っすか？はい、昨日飲んでたからかも。あ、飲んでたから。あのね、大ちゃん、あの、はい、こないだ行ったほら刺身のあそこ、ほら青松バイパス降りて、うん、あそこなんていう店でしたっけ。あ、ここね、はい、すいません、ありがとうございます。おそおそ、行ってきまんもーす。はい、行ってらっしゃいまんもーす。行ってらっしゃいはまんもーす。行ってきまーから、まーから始めてるから、行ってきまーで、行ってきまんもーすやから、行ってきらっしゃいまんもーすはもう行ってらっしゃいませぐらいまでかやったら大丈夫ですけど。それ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 。すいません、ありがとうございます。オスです。はい、どうも。いい、本当にここはもうマジで誰にも教えたくない。行こう。はい、オスです。死ぬかもしれない、殺されるかもしれないっていうマインドにすればいいんだろうって今思ってたんですけど、うん、ちょっとそれが無理かもなって思っちゃったんですよ。経験がないからね。はい、うん、そっか、佐藤さん殺されかけた。殺されかけた。オースです。
に合います。はい、あの80年代なんで気持ちいいですマジでいいね、気持ちいいやろ、全く寒くないやろ今日、はい、春来たな
最高でした。まあこれかけれんけどさ、はい、サザンなんか流したらもう映画よね。オースです。尾崎豊だけど、これそうですね。バレないよ、バレない。いろんな解説クーヤー全員が言って、これ1位や。味で1位や。ここより美味しい刺身定食出す人、出汁を大丈夫だよ。出汁用がないですよ。教えてない。どんだけの天然、どんだけの天然の。バイクマジで最高やろね。本当に気持ちいいですね。俺一人で運転しとったやん、はい、音楽かけっぱなしやん、はい、気持ちよすぎたね。 あんま俺普段、はい、このぼーっとのんびりすることがないよ。ああ言ってましたね、はい、今日は撮影やけどもう無意識行ったら撮られようっていうだけの、はいはいはい、ことだけやから歌うだけだからすっげえ景色見ながら何やこれって思って。本来ドライブはそういう風に楽しむ、そういうことやね、はい、これだからこれお伝えしたいよ。今日これ昼間やん、はい、これ夜は夜でまたミッドナイトのこの感じ、はい、かっこいいと思う。これよかったらちょっと夜編、はい、ミッドナイト編もちょっとやりたい。なるほどな。じゃあおのずと湾岸方面に、ね、早速行ってみっか。湾岸へこうちゃんやるしかないよ。湾岸ミッドナイト、そうだ。車の良さってこういうことよね。バイクと違う。バイクはさ喋らんよ。喋らない、ね、まあ行ったことがあんねやろうけど、でも俺らはバイク乗るときは音楽しみたいけどさ、行ったことなんか次車もそうよ。車も音楽しみたいけど、今ちょっと待ってるけど、この音も楽しもうと思う。ローレルもローレルピューンピューンっていう13歳の時にさ車掌とかさプラーンとかでやるやん、はい、あれで速く見えるやん。ちょっとせこい。俺だけなんかピューンってスピード出しとけど、はい、音がって言わんけん遅く感じる。出てるもんスピード。800キロぐらい出てる。出てなかったですよ。目視でも当てられるんですね。出れるよ。ローレルってまだまだカスタムするんですか。するよ。何やろうとしてます。まずはスピーカー。スピーカー、うん、スピーカーを TSX にするやろ。あそれはもうずっと前から出てるから、ずっと、はい、あれを TSX って音が悪いから中をそのまんまなんか入れ替えていい音のまんま外装は TSX のまんま行きたいなっていう。へえー、それを作りたい。あそんなこともできるはできるんですね、うん、あとエンジンで RB エンジン、これをちょっと箱足つけて音をね泣く音にしたいなっていう。これターボエンジンついてるから、ターボがついてたら RB ってなかなか、なかなかっていうか泣かないのターボ。それをちょっと泣くようにしたいなあと、あとはもう一個ね、あのサスね、あのエアサス、ローレルの方ね、3回目ぐらいのところにハマったやろ、はめったやんかな。あれをちょっとな、あのやり直すっていうな。リベンジ、リベンジ。エアサスであそこの駐車場行ってよ、エアサスで持ち上げてよ、バーッと入ってよ、車庫下げてよ、駐車してよ、車庫上げてよ、出るっていうな。もう腹なんて、もう下がめろって。もう腹なんて、売らないなんて言わないよ絶対。それってのはどっちなんすか。下すぎやねん。本来ならまだ全塗装もしたいんやけどね、サビがちょっと浮いてきてるから。まだこれもやってんだよ。あのローレルの純正の緑にするか、白また戻すか。白何がいいかって夜でも目立つのよ。はいはいはい、紫やとこれ昼間はいいけど夜全然目立たんのよ。ミッドナイトパープルってそこ夜も目立ちせん。俺たちは夜の男やけん。ミッドナイトサタデーライやん。なあ、お前を乗せてるサタデーライやん。そ
その歌知らないです。あ、知らんの。コラキュージェットシー、シモリーがカラオケ行ったら歌うけど、シモリーカラオケ行ったらコラキュージェットシーが歌うマジか。見て、俺らも福岡市で出番しちゃったもん。シーサレッサーサーでドゥン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 。あー、マイクのね、はいどうもー、シーサレッサーサーでこれもエビなんやけどね、1キロ早くない？早いっすね。ソフトクリームコース、最高だ最高だ最高だよ、飯食ってソフトクリーム。はい、シーサー SNS でねブランケットジェットスティー。いや、今日もうほんとなんか、うん、短いねあれやったけど、はい、楽しかった。撮影した感じマジでね、なんかたまたまここにカメラあるけどプライベートで、ね、で久しぶりに来るって言って感じで、ついでにローレル撮った感じ、はい、天気がいてもそうさせるよね。まあこれね、車の良さもね、変わるやろうから。改めて思いました、やっぱローレルかっこよかったなっていう。まあ視聴者さんも楽しみだけど、はい、これが一番楽しみやん。僕が一番見えない人ですもんね。自分、そう、一番見えないんだから、うん、自分の愛車を、はい、自分がどう映ってるかが見えるわけ。こんなことないやん、これ、まあ、最高ですね。最高ですよ確かに YouTube だからできる、こうやってできる。最高です、ね、最高です。皆さんもよかったら YouTube 始めてみてそっちの話なんですね。ということでね、またみんなもたまにはドライブでも行ってみたらってことだね。終わったこれ、出雲さん。あ、そうなんすか。可愛いよね。これいいですね、入れ墨セーター。あ、かっこいい見て、速攻買ったもん。あ、金のネックレス、映えるな思った映えてるやっぱ、異質でしたよ。行きのローレルで、おにゃんこかけながらやからみたいなローレルだったね。よコーグ買いに行くよバイクのね、工具でね、欲しいのがあったんで行こうっていいですか。あ、バイク、あー、カモバッグお買い物カゴや、これは。お前カンカン叩きゃネジが回っていくってこと。そうおい仕掛けてないのに、日常的に罠が あるってことで今これさ、その店舗に罠があるって何なんですか。わなのくらやから。わなのくら